そして中国の経済指標が4月は低迷している状況が明らかになりましたねそうですねあの今週はね木曜日にこの番組によく出てくる下流さんがね、はい、経済教室で中国経済を取り上げていてまあそれなかなか面白かったんだけど、はい、僕も経済教室に記事書いたことあるけどあれね一週間以上前に提出しろって言われるんですよああじゃあだいぶタイムラグがありますねそういうことはねやっぱり下流さんの記事の中には4月の統計、はい 今週だと固定投資の統計とかね、はい、第一半期の固定投資の統計とか、4月の小売り上高とか工業生産とかね、発表になって、まあそういう統計は入らない段階でということですね。えー、でも、カリュさんはね、非常に今の中国経済は一国の猶予もならないほど危機に立っているんだということを言っていて、はい、その最大の理由はですね、やっぱり不動産のね、投資が陰ってきたということだと思いますよね。はい 中国の GDP の4分の 1?25% 前後は固定投資でできてるわけですよね。これ非常に高い水準です。固定資産投資。住宅も含めてね。はい、ところがそれを、特に着工ベースではですね、22%減ったのかな ?4 月はね。うんうん ものすごい減ってますよね。大きく減りましたね。うん、それで、いろいろな統計を見ていると、北京でもね、住宅バブルの崩壊の兆候が見えるというふうに書いてあるわけですよ。でね、今週発表された中国の経済指標はみんな弱いです。うんはい、まあね、我々の頭の中には、中国っていう国は中央集権の国だから、何かあったら国が政策打ち出すだろうと、こう言って、そまあ、その常識があるわけじゃないですか。えー、ね。 だけども本当にそうなのかなと。やっぱり理学教の経済政策っていうのはどちらかといえば経済科学を優先するんだということでですね。はい。でもじゃあ経済科学で何するんだというところがはっきりしないとこうカリオさんも書いていてですね。うんで、確かに中国経済の一番の問題は、純粋な意味のその民間企業というのがですね、活躍できる場がなくてみんなその国有企業を抑えてるんだと。で、国有企業が多大の利益を上げ、 国有企業が資金を銀行から借り、でも借りたら返すものじゃないっていう、その一種のね、感じがあって、それでうまく経済が回らなくなる可能性がある。で、そこに来て、地方政府が進めている小手資産投資がですね、借り手もつかないような状況になるとどうなるかっていうと、やっぱり金融がおかしくなりますよね。はい、金融がおかしくなると、ますます消費も減ったりして、経済そのものが減速するという状況になっていって、 やっぱり結構曲がり角だなという感じしますよね。うんうん、対外的には相変わらず強気なんだけど、中はぐちゃぐちゃになりつつあるんじゃないかという感じがしますよね。えー、国内の治安対策もね、大変なことになってますし。すね、だからそういう意味では習近平体制の一つの大きな山場に来ちゃったんじゃないかと。うん、そういう中でね、対日本では議員同士のね、交流を盛んにしましょうみたいなことを言い出してね。 安倍さん以外については、その日本に助けを求めているようなところもあるんだけれども、同じ問題抱える国として、ベトナム、フィリピン、日本はその対立崩しちゃいけないと思ってまして、はい、一体中国が何を狙っているのかということを読みながらですね、きっちり対応していく必要があるし、まあ経済界はですね、やっぱり中国の大きい存在であることは間違いないんですけども、やっぱり経済政策が かなり行き詰まってきたっていうのは念頭に置いておく必要があるんじゃないかなというふうに思いますよね。